止まってしまいました。すみません。なんや暇って言ってるじゃん。こんにちは。すごい急にめっちゃこんにちはって言われる。どうした。まあ挨拶は大事ですからね。何時まで配信しよう。3時15分ぐらい。あと30分ぐらいじゃん。あっと危ない。明日もショールームするから、まあそんなもんです。そんな、うわめっちゃ懐かしい人、この人久しぶりに見た名前がいるよ。止まった。またまた止まったのか。そうでしょ。止まってる。止まってる。動いてた。昨日ね、昨日っていうかまあ今日の夜、昨日の夜、今日の朝に定点公演、劇場公演の定点の整理をしてたんですよ。もう今そこにめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、今まで出た公演、まあ全部じゃないけど、公演の定点の DVD に焼いたやつを、なんか何がどのやつか分かんなかったから、あこういう感じでね書いてたの。何月何日何公演みたいな全部再生して、もう髪型とかだけで、ほぼ髪型だけでこれが何月何日かを当てるっていうのを一人でやってて、夜な夜な。すごい、もう自分天才かと思った。もう名探偵になった気分でした。これを見てさ思った。私自分は、まあ、ポニーテールをしてる。でもポニーテールした時いっぱいあったからなと思って、でこれ8人公演で、この子がこの髪型してて、よし写真当てよう、写真じゃない、ホルダー見返そうって、あこれうわ絶対この日だって、メンバー否定メンバーとか見てね、あこれ絶対この日だっていうのを、もうね30枚ぐらい DVD30 枚分ぐらいずっとねやってたんだよね。本当にみんなできないと思う。他のメンバーすぐ書けばいいんですけど、いつめんどくさくてね、こういうやる気が出ないとできないんですよね。何時間ぐらいかかって、でも本当に30分ぐらいだから、なんか客席最前の人とかは手って見えるじゃないですか。で見て、あのチュリさんのこれタオルかな、タオルかな、フード付きのタオルの人がいる。えなんでチュリさんと出た公演あった。でもエゴさんの生誕祭はさっき出てきたしとか言って、チュリさんと出た公演なんでこれ焼いたんだと思ったら、あのなんか一回やったあざとかわいい公演みたいなやつでした。あーってなった。ちょっと可愛い決定戦みたいな
あーこれか、そう、ジュリさんのファンの人いると思って、そしたらハードの独占権始まって、あーこれこの時ねっていうのをね、大変だけど面白いです。でそれで、それで気になった定点を見たりするんですけど、昨日はあのシャッフル公演、 SK フェスティバル公演を見てたの。もうめちゃくちゃやりたくなった SK フェスティバル公演、本当にあれはいつもやってるチーム E さんはすごいいいなって。いやもちろん K2 公演も楽しいんだけど、なんかあれって全部ジャンルがあるじゃないですか。かっこいいのもあるし、セクシーなのもあるし、かわいいのもあるし、なんか、うん、未来が明るいよみたいな、まあ明るい曲っていうんですか、キラキラした曲もあるし、そう5月2日だった。全部できるし、なんか照明明るいし、いいなと思ってなんかいや多分ね、でもそういうのありません？ないものねだりっていうか、人がやってるものって羨ましく見える、すごい。なんかでもあれ自分で、まあ、1週間とかで覚えたんだけど、すごい、自分すごいと思って見てたもう全然覚えてないもん今、全然ではないけど、なんか自分すごい踊れてると思って、踊れてました1週間で覚えたのに、すごいと思って、衣装もね可愛いし、ね、楽しかった。めっちゃまたやりたいです、シャッフル公演。他の公演、他のチームの公演出たい、私あれ出たい、We are growing up 公演出たい。制服の目もやりたい。そう、制服の目もさっき見てたの、12周年見てたんですけど、制服の目やりたい。スキーフェスティバルは1週間で覚えてた。10期と、10期の子とあの子やったら、10期の子はもうやり慣れてるからバテちゃうから嫌です。あの 初出演と一緒にやるあんなさハードな公演いつもやってる子たちと一緒にやったらねえ、ちょっときついですよ、うん、なんか私ね顔の輪郭が右と左で違うことが分かって、なんか左の方が多分太ってっていうか、なんかこっちの方がシュッてしてるんですよ。だからこっちの顔が多分好きなの。だからこっちをどうにかしたい。SK フェスティバル重ねた足跡も入れたいな。なんか重ねた足跡、私本当に研究生の時にもうずっと出させてもらってたので、そんなに、なんかシャッフルの時も S じゃより E の公演やってみたいなと思ってたけど、 S も出たい久しぶりにそう、 E も制覇できたしってことで S 出たいな。青がもできたし、この間鉄菜ね、鉄菜とか覚えてるのかな。私なんか一回やった曲ってだいたい忘れないタイプなんですよ。
もうなんだろう、昔から、昔バレエやった時からもうなんか5年前とかの曲でも踊った曲は大体覚えてるんですよ。なんなら今も覚えてる曲もあるんですよ、バレエの曲で。でもなんか最近本当に関ヶ原とかでやったやつとか全然覚えてなくてびっくりした。多分バレエの発表会って1年半前ぐらいから練習始めるから、その1回の本番のために。だから多分ずっと踊ってたから、なんかずっと同じの踊ってるから覚えてるっていうだけだったんだけど、やっぱ関ヶ原とかってもう1回のために2日前とかに全部振り入れして1回やって終わりとかだから、本当に覚えてないんだなって思った。なんかみんな忘れちゃうっていう気持ちが分かって嬉しかったです。あのあれも覚えてなかった、さっき振り分見た平均でやった声がかすれるぐらいも全く覚えてなかった。本当にびっくりするぐらい何も覚えてなかった。そう、一瞬でね覚えて一回やって終わりっていうのだとなかなか忘れちゃうみたいです。まあまたやる時が来たら覚えればいいか。多分いい公演もね覚えてないんだよね、全然なんとなくしか。だから自分が踊ってるのを定点で見てすごいと思って自分に感心しました。ゴナちゃん私のために。 S 公演も重ねた足跡公演も今自分私がさ曲とか聞いたり見たりしたら懐かしいってなるんですよ。2年前ぐらいにずっとやったから。でもやっぱ S のメンバーは今実際ずっとやってるわけだから不思議な感じですね。いや私さ S 公演と K2 公演どっちの方が多いんだろう、出た回数。さすがに抜かしたかな K2 が。さすがに K2 が抜かしたかな。あなんか200回公演出演200回おめでとうみたいなやつに書いてあった気がする。いや書いてなかったかな。さすがに K2 になったかな。アホガとどれが一番多いんだろう。最近あやのおすすめのセブンのさようなんだし、コンビニね最近本当に行ってないんだよね。コンビニ行ってもあの支払いするぐらいなんだろう。最近何が売ってるんですかセブンイレブンで。あなんかナーヤンがおすすめで何かがおすすめって言ったな、なんだっけ。抜いたって私が言ってた。あ本当？じゃあ抜いたのかもしれない。あやの青が公演見て翌日 ラジオのアップビーであや連日で見たなだって。そのぐらいの時期本当に毎日ね公演してたね。そのアップビートウィークエンドだって合ってるかな。ラジオの日も公演見に行ってたもん。自分出てないけど宅配もしてない。スーパーです。スーパーで卵買って茹でて食べてる最近は。バターアイス再販売する。えねえなんかさ誰かのストーリー鎌田さんかさっきストーリーで見たんだけど、あれ食べてみたかったから食べたい。いつかでも今ねダイエットしてるんだよね。でもいつか食べたい。あでもアイスってさ永遠だから買って置いとけばいいんだ。今日発売なんだ。えアイスで見に行ってみよう。今アイスめっちゃねある
家に。バターアイス、なんか前販売されてる時食べたかったんだけど食べれなくて終わっちゃって、さきさんと食べ、なんか食べたら報告するみたいな話ずっとしてたんだけど結局食べれなかった。そう、なんか昨日定点見てたらさ、いるんですよさきさんとかが。それでなんかはっってなった、いるってなった。悲しいね。やっぱり佐々木さんのさ踊り方めっちゃ好きだから懐かしいってなった。でもその社員さんとって言ってるけど、その時まだ結構昔だからまだメンバーだった。佐々木さんまだ卒業してないと。今めっちゃ私多分首が前に出てる姿勢があるあれので、気をつけます。さきさんのメロスの道の拳ずっと上げるとこが大好きなんですよ私。メロスだけじゃなくて全部だけど、なんか K2 って本当にこういう振りが多くて、それがうまくできないんです私、本当にうまくできなくて、もうずっともう泣きそうになりながらずっとね、これなおさんに教えてました、これはどこまで止めてどうやってグーを作ったらいいんですか。開演前に永遠に拳上げてました二人で、こうやって教えてくれた。ずっとっていうぐらい下手なんですけど、ん、研究中。さきさんのね、これはかっこよくてね、めっちゃ好きなんですよ。そう、なんかね、ケツァ公演ってめっちゃこれが多いの、このあいあいみたいなのが多いんだけど、それがなんか全曲全部の曲にこれが入ってる、なんかこういう動作が入ってるっていう話題になって話になって誰と話してたんだっけな、誰と話してたんだっけな、誰と話してたんだっけ、忘れちゃったけど、無理やり、まあ、もうずっとマンモスってるし、最終日でもはいはいはいってやるし、ボーイフレンドはどこだっけ、なんかボーイフレンドもどっかにあるの、どっかにあって、チーム系の楽曲ってずっとこうやってやるの。もう私ね、この間マッサージみたいなところに行ったんですけど、右側だけやばいみたいな言われて、絶対この職種のせいだと思った。こっちは大体ずっとマイク持ってるからあんまり使わないんですよ多分、こっちばっかだから、で支えも超えてやるみたいな支えも超えてやるからね。冬ちゃんでももう活動再開してますよね。冬ちゃん連絡取ってないけど、映像倉庫に昔の AKB のチーム K さんの最終ベルが鳴る公演があって、うん、だいぶ違いますよね踊り方、 K2 の今のと。どっちがいいとかじゃなくて、だいぶ踊り方なんかやっぱチームグループによって違うんだろうなって思う。なんか鉄菜とかも AKB さんのとか HKT さんのとかも全然違うし、
グループによって違うなと思った。でもその K チーム K さんの何年前なんだろう、あれ最終ビルに奈緒さんがいた。こんにちは。もうちょっとで終わろうかな。でもなんか SK2E でも違う気がする。踊り方っていうの、なんだろう。あ、アイドルデイズから、みんなアイドルデイズから通知来た。アイドルデイズ、なんかナヤンが一時期、まあ1日ぐらいハマってて、一回ログインしてやってたな。ガチャいっぱい引いたアイドルデイズ。眠っ。でもここで寝たら本当に負けだ。アイドルデイズこの間やった。なんか何のガチだっけあれ。ね、本持ってるか忘れたけど、やつ確か。今何のガチャなんだろうね。アイドルデイズね、カード漏れたことないんですよ私。ちょっとだから次撮影があったら頑張ります。大富豪はたまにの「お映り」って時あるんだけど、アイドルデイズ漏れたことないっていうか、なんかもうまとめていっぱい撮るから、もう1年前のとか使われる時があるんですよ。だから今のやつとか多分そうじゃないかな。だからちょっと頑張る、未来の自分のために。はあ、なんか今日メイクがうまくいったんですよね。まつげがね、マスカラを変えてから、まあマスカラってこのまつげは塗るやつなんですけど、マスカラを変えてからね気分がいいです。まつげパーマとか落ちちゃってもうダメかと思ったんですけど、なんかビューラーとかしてたらいい感じになりました。髪型でだいたいいつ頃か分かるだって。でも私髪の毛切ったから結構それで分かるよね。だってさっき話した定点のやつあるじゃん、言ったじゃないですか。定点で定点、公園の定点見ていつのか当ててたみたいな。それそれも私髪の毛が違うから、あ、まだ髪切る前だとか言って。まつげパーマはどのくらい持つかって、だいたい1ヶ月ぐらいじゃない。私はいつも1ヶ月で行ってたけど、2ヶ月とか持つかの時もあるらしい。でも今そんなにお仕事がなくて、メイクすることも少ないからいいやと思って。で8月の頭にゼップがあったじゃないですか、福岡で。それに合わせて7月の最後に行ったんだけど、そのゼップから何もせずに1ヶ月経っちゃったから、ちょっとあれだったけど、まあいいやって感じ。もう家にいる時ね、まつげの調子良すぎてギュンギュンだった。今でもなんか今もそんなに落ちてない感じするけど、わかりません。これ使ってます、もうめっちゃ使ってます。これないと生きていけないぐらい使ってます。キュウキありがとうございます。あ、おルーさんに渡していない誕生日プレゼントがずっとある。
したいな。ゼップもさっき見てた。ゼップの羽田の方見てた。もうさ、寝ないためにいろいろ動画を見るわけですよ。ゼップ羽田、羽田の方見てた。まつげ、私最近なんか困ってないです。もうね、みんなにもおすすめしたいです。本当に私のメイク道具が最近の最強メイク道具、最強ではないな。これ、このマスカラマジでいい、良い、本当によろしいです。もう私はね、最近ね、メイクポーチがちっちゃくなったんで。まつげ、なんてとこだっけな、なんかね、あんまり聞いたことない。高い、高いから、あの9点の目代わりで買いました。9点の目代わり、あ、そう、ヘレナ、ヘレナみたいなとこ。下まつげは普通のこれ、なんだ、披露宴メイクでやっております。唐突にメイク道具紹介が始まりましたけれども、メイク道具紹介が始まりましたけれども、最近はこのドラえもんをつけてメイクしております。見えません。ドラえもんをつけてメイクしていまして、下地はですね、まあ、こちら箱で持っております。あのドルチェ&ガッパーナの下地を使いまして、まあ、ファンデーションは日によるんですけど、外でメイクするときはだいたいあのこちらですね、なんて読む、なんだっけ、これジバンシーですね。ジバンシーのクッションファンデですね。でもなんか最近はちょっとリキッド、このこちらを使っております。お家でメイクするときはファンデーション濡れたスポンジで塗っております。で、粉をね、こちらでかの有名なイニスフリーのパウダーで、まあ、粉をパーッとしまして、で、まあそんな感じです。疲れちゃった。クッションファンデはなんか最近思うのは、メイク直しするときはめっちゃ楽なんですけど、クッションファンデを無駄にならないように塗るって意外とめんどくさいなと思いまして、で、ちょっとクッションファンデやめたい欲に駆られている。